山梨県富士河口湖町では80万株の芝桜が見ごろを迎えています。広さ 2.4 ヘクタールのこちらの敷地では6種類80万株の芝桜が植えられています。雄大な富士山と色鮮やかな芝桜が楽しめるとあって朝から多くの人でにぎわっていました。今月中旬頃まで楽しめるということです。